富田城は山梨県南アルプス市戸田にあった日本の城。正確な所在地は不明。戦国時代に西五の有力国州大石が本拠にしていたと言われる。所在する南アルプス市戸田は甲府盆地西部の釜梨川右岸地域に位置する。一帯は釜梨、滝沢川の氾濫原で、甲斐、信濃から駿河を結ぶ春新王冠が、春秋王冠が、 南北に通過する。平安時代後期には、大磯が成立する。近在の宮沢には、鎌倉期の集落遺跡である、宮沢中村遺跡が所在し、阿ゆ沢には、大石ゆかりの寺院である、古町前寺がある。近世には、戸田村が成立する。大石は、開始後武田氏の一族で、室町、戦国期に、大磯へ進出し、戦国期には、 海の有力国衆や駿河市後の今川市と結び、武田市に対抗する。大井信たち、信行の頃には武田信虎に侵入し、武田家臣となる。信たちの娘は信虎の室となり、着手春信を生んでいる。演山工学前安少年代記、高城再記によれば、大英元年9月に今川市の武将福島市が開へ進行し、9月16日に、 富田城は落城したという。高城再起によれば、富田城を攻略した、今川勢は甲府まで進行した信虎と,と対決するが、敗退し、富田城で越年し、翌大英2年に1月14日に撤兵している。信虎はその後外統一を達成し、時代の春信の,の頃には、今川氏と同盟を結ぶ。ありがとうございます。